皆さんこんにちは、竹地志保です。今回はですね、初めての家族旅行をお届けします。イエーイ、ヘイト、バイバーイ、ケンケン。バイバイしてんの？気持ちバイバイしてたね。はーい、ゴー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 。サンパとマロはいつもお世話になって病院のホテルに預かってもらってお留守番です。ちょっとこれがかわいそうだからね、家族旅行もなかなかできずにいたっていう理由の一つでもあるんですけど、ママちょっと頑張ってね、お留守番して。はい、いらっしゃい。わー、綺麗な海が見えてきたよ。もうちょっとでランチだよ。もうちょっとネムネムだね。はい、ザンパ岬にあるケープザンパドライブインでランチを取りたいと思います。シーサー好きのエイトにはもうたまんない、でっかいシーサー、あれ見て大興奮してる。シーサーシーサーシーサー、いっぱいおるな。あそこにもいるね。シーサーの天国やな。エイくん、ほら、あれやっぱ大きい。どれぐらい大きいか、ママがじゃあ、いや大きいね。何メーターあるんだろう、このシーサー。沖縄来て一番大きいシーサーかも。大きいシーサーだね。大きすぎてシーサーじゃないみたいだね。キョトンとしてるね。さあ、口開いてるから押すかな。すごい絵だねこれ。はーい、手塩さんのソーセージが使われたハラペーニョチーズバーガー。バーガー、2人とも辛いの好きだからね。同じのにしちゃった。結構大きいね。おいしい。ケンケンのかぶらんじゃん。でもソーセージじゃなくて、これはあれだ、ハムソーセージなのかな。ソーセージを潰したのケンケンの顔ぐらい大きい。あ、そうなんだ、うん、で、からのヨミちゃんのね、友達野沢夫妻、移住の大先輩のね。そうですね、10年目。あ、もうほんとすぐ10年。あっという間だね。早いね。そう、タイマッサージとちょっとね、そうキャンドルのね、はい、店、なんてお店でしたっけ。ピーススプリングアーツですっていうのをやってるね。すごいね、海の目の前にあってね、はい、気持ちいいところだった。はい、エイト、じゃあ一緒に早速食べようね。はい、いただきましょう。はい、エイト、ベーケント、バンバン。寝てるの、ケントは。遊んでんねんな。こっちまた絶景です。ねえ、ザンパ岬ってここに来なきゃ見れない。あ、なるほど。ザンパ岬はあれ、車では入っていけない。 ある程度近くまで行ける。あ、行けるじゃん。もっと、あそこからさっきのさらに奥に駐車場があるから。初めての家族旅行で選んだホテルはムーンビーチホテルです。パチ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 、ね、今日は天気がいいので。私は本当もう少し1ヶ月、2ヶ月くらい前に来たばっかりだけど、妹と泊まった時に本当に過ごしやすいホテルだったので、初めての家族旅行はここを選びました。パチ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 、本当なんかハワイっぽいよね。なんかさ、目の前ビーチでね。あと前回よりやっぱり年末年始でだからね、お客さん多いね。いや、明日の朝食とか楽しみです、大ちゃん。ね、ここで朝食食べるんでしょ。そう。久しぶりじゃない、ね、こういうところで朝ごはん食べるのね。ねえ。ケンケン、海だよ。海。あ、もうこの人たちにとってはね、もう。海の感動がね、薄いね。日常すぎてね。これは海だよって普通はテンション上がってる。上がるはずなんやけど。贅沢よね。ほら、でもほら、砂が、うん、ちょっと違うな、いつもとな。今日のお部屋はサンセットが見えるお部屋です。
から見えるかな。人はすごく楽しそうに歩いています。どこだ、いました。ケンケンはダッコです。ダッコちゃんです。いいね、この青空と砂とエイト。かわいい。はい、お疲れ、バイ。ハイタッチ。やり、ああ、そうね、そうね。いつもの海やったらな、ゴロゴロサンゴとか貝が混ざってるからな、うん、あのサラサラの砂は。そうだね。いいね。冬でも B さんでこうやってビーチで遊べるっていうのは、だってロンティー、肌着とロンティーだよ。幸せですね。これが沖縄のいいとこだね。日本の楽園だよね。そうだね、沖縄は。エイトのこの笑い声何なんですかね。どうだ。ずっとご機嫌ですね。かわいい、おーかわいい、パパより似合ってるね。かわいい。ただこんな素敵なビーチがあっても子供がいるとね、ゆっくりできないね。インコが好きなの。えくん、それ何？めっちゃ笑ってるね。えくん、それ何？水着着てるね。パパ。うわ。シーサー、こんな近くで見れるの嬉しいね。自由だね。シャリー。かわいい。ああ、ケンケン。ケンケン。かわいい。エコ、初めてのホテルだね。ここがホテルって言います。ホテル最高。楽しい。楽しいした。よかった。ゴーデュー、こんばんは、ご無沙汰してます。あの、いつぶりやろ。いつぶりやろ。ブータが生まれた時。あ、その時か。いや、あの主人です。ホヤションがめっちゃ痛かった。あ、しょー、ブータ呼んでて、内臓検討して。起きてるよ。そう、ごめん、起きてて、あ、さっきまで寝ててさ。寝たんや、すごい。そうそうそう、ちょっと寝てくれた。来てくれたの。みんな同じお揃いパーカーよ。よかった。いや、かわいいな。はーい。はーい。お風呂気持ちよかった人。はい、よかったでーす。てーくん、歯磨こうか。ゴシゴシ、シュシュシュ、どうこ。ねえ、それ舐めない。それ舐めない。そうそう、ゴシゴシシュシュシュよ。上手。それは舐めない。そうそうそう、よく見てるね。ゴシゴシシュシュシュ。ピンク、うん、ピンク。それママのスキンケア。うんうんうん、それママの白くなるサプリ。コスメ大好きよね。うん、楽しかったね。明日プール行こう。ねえ、ねえ、それ舐めない。パパがね、大きいお風呂に入りに行ったから、今日3人で寝寝しようね。もう見えて眠たいね。もう10時なんで、いつもより2時間くらい遅くなっちゃったね。うん、また明日いっぱい遊ぼうね。はーい、おやすみーって、バイバイって、おやすみうん、じゃあおやすみなさーい。
エイトはもう秒で寝ましたね。ケイケイはやっぱりまた白目が開いてる。寝かしつけ完了です。ここから大人の時間を楽しみたいと思います。おはようございます。昨日は一本飲んだだけで私の大ちゃんも寝落ちしちゃったな。でも久しぶりにこの波の音が聞きながら寝れてすごい気持ちよかったです。おいしい。もぐもぐだよ。おいら、ケンケンもケンケンもいっぱい食べてるね。ケンケンだね。大好きなパンがいっぱい食べれていいね。食べ放題だ。今日もいっぱい遊ぼうね。海が見える部屋っていいね。なんか海が見える家に住みたくなっちゃう。夜やっぱこう波音を聞きながらお酒飲めるとかね、最高だよね。最高でしたね。朝起きたら海がパンって広がってるっていうのは確かに贅沢だね。うん、住みたくなる。もうケビたちはご飯が終わって、うん、私は大ちゃんもエッグベネディクト。僕はエッグベネディクトとオムレツダブルでいきました。ダブル。エッグベネディクトとやっぱり朝カレー。何してるんですか。あのね、次の春に発売になるニジベートさんとのコラボ水着を。両方持ってきてんけど、どっち着ようか迷ってて、こっちはハイウエストだからお腹をすっぽり隠してくれんの、うん、で、このトップスは結構スポーティーな形になってるから、子供がいるお母さんって引っ張られたりして、うん、ちょっと嫌ってそうそうそうすることがあると思うけど、これはその心配がなくて、うん、もうこっちは3ピースでお腹もお尻も、でももう何もかも隠してくれるそういう水着なんやけど、今ちょっと朝ごはん食べすぎてお腹出てるからこっちかな。そうですね。どれ着ようかな。じゃあ水着の説明してください。せっかくだから宣伝させてもらいます。こういうフリルの、はい、フリル？ギャザー？動くたびに可愛く揺れるこのギャザーがこうね、お腹とかいろいろ隠してくれて、ここも腹乳とかをカバーしてくれて、あとこういうショートパンツがセットになってます。で、下の、普通のショーツもセットになってる3点セットです。で、私は今ネイビーの無地を着ているんですけど、全部で4色展開かな。グリーンとベージュとネイビーのドットもあります。A ラインは最強ですね。ね、可愛、はい、いし、いろいろ隠してくれるし、おすすめです。はい、あ、お掃除してるね。冬の間はインフィニティープールは入れなくて、4月からの営業みたいなんですけど。かっこいい。えくん、パパの血受け継いでんね。サイドでチルが好きな1歳半こういう感じですよね。最高よね。暖かくなったらまた来ようね。ねえ、いった泳ぎたい。泳ぎたい。寒いよ寒いよ。寒いよ。でもお前、お正月でもこうやって外でこの格好してられるっていうのがこのインフィニティ越しがビーチっていうね。プライベートビーチっていうのもいいよね。プライベートビーチの大きさがね、いい感じで。そうね、アットホームな感じ。上から見ると三日月の形してムーンビーチらしいですね。ムーンビーチホテルの思い出に小さが乗ってるワーゲンバス、うん、あったね。お気に入り。よかったね。また高くなったら来ようね。エイトは本当にずっとご機嫌だったけど、ね、ここで電池切れた、うん、次はじゃあおしゃれなカフェに私に行こう。はーい。すごいね。
美術館みたいな。なんかカフェなんでしょ。はい、星の屋さんのやってる。想像つかないね。すごいね、はい、こんななんか畑の中を突如現れる、うん、おしゃれな建物来てみたかったんですよね、大ちゃんがね、はい、いや私は本当にあの情報何もないどんな感じだろう。あー、これパーパーのエクのこれ、はい、はい、じゃあおしゃれしようか。この畳がいいですね。リラックスできていいね。じゃあこれ何だったっけ、ブクブクソーダだっけ、うん、なんか可愛いから飲んでみたんですけど、ゼリーがいただきます。うん、うん、おいしいよ。エク飲んでみる、飲んでみる。こっちがいいの、こっちがいいねって、こういうのにシーカーさん。でもソーダだね。ニコキョった楽しいね、バイバイしてんな。失敗失敗失敗。でも好きみたい。はい、ビーチ降りてみました。なんかすごいよね。さすが星の屋さんって感じの。俺見えますか？これは人来たくなるよね、集まるよね。なんか UFO 着陸してるみたいな。こっちがレストランなんだね。ビーチの目の前に。ちょっと曇ってきちゃったけどね。そうね、それでも全然綺麗だよね。ねえ、まあこんな感じで初めての家族旅行も一泊だったけどすごい充実してたね次はね、泳げる時期にね。そうだね、ジージとかね、みんなで行きたいね、連れてね、みんなで行きたいね。楽しかった人、お降りる、歩いてみる、うん、ね、ちょっともう2人とも甘えの炸裂で、そのお昼寝の時間だね、うん、ね、そろそろじゃあみんなにバイバイしようか。ご視聴ありがとうございました。またね、みんなも暖かくなったら沖縄に遊びに来てねって。そうよ、新年明けましておめでとうでしたわね、私もよろしくお願いします。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイからのケンケンは寝てる？起きてる？トローンとしてる。トローン、うん、もう寝るね。はい、私もよろしくお願いします。バイバーイ。